13番ダンディ安原さん、福岡から。全日本選手権男子フリー第3グループ最初の滑走です。ダンディ安原です。今シーズン限りの引退を決めています。2008年世界選手権で滑った思い出の曲、フリーはカルメンです。トリプルアクセル、トリプルトーループ。アクセル2本目になります。トリプルアクセルステップアウトです。の予定がシングルルッツになってしまいました。最初の全日本はここ長野、そして最後の全日本もやはり長野。トリプルルッツ、トリプルサルコダブルアクセル、ダブルトーループ。
万感の思いを込めた最後のポーズです。集大成の4分30秒が終わりました。大きな拍手です。長野ビッグハット、ほとんどの観客が今立ち上がりました。今この瞬間をかみしめるナンリアスハル。さて荒川さん、はい、もちろんこの後代表に選ばれれば、国際大会でも戦っていくことになりますが、一つはここは区切りの全日本ということになりましたが、はい、そうですね、まずはやはり全日本を目指して子供の頃から頑張ってきて、そしてそれが最後の全日本を迎えた時に南里選手の演技からまた一つ一つの技を大切にする、なんか一つ一つの時間をかみしめるといった、そんな思いが伝わってきた4分半でしたね。そうですね、このカルメンはパスクアレ・カメレンゴの振り付けですけれども、本田さん、はい、一つ彼を世界選手権に導いたプログラムで、何かこうそういう一個一個の音を大切にしてるなっていう感じありましたよね。そうですね、そしてすごい本当に気持ちがこもってましたね。そして河野由美コーチが泣いています。この河野コーチが二人三脚で歩んできた南里アスファルトの道です。河野コーチがここまで感情をあらわにするのは珍しいかもしれません。九州から世界選手権に出場したのは初めてでした。決してこう環境として非常に恵まれているとは言えない中で結果を出してきた南里アスファル25歳。ジャンプがですね、本田さん、はい、一つルッツのコンビネーションがシングルになったところがありましたね。はい、はい、その他はほとんど良かったんじゃないでしょうか。そうですね、トリプルアクセル、トリプルトーループけど、やはり失敗じゃないですよね。そうですね、もう河野コーチもそして岡崎コーチも涙が止まりません。最後の演技、素晴らしい演技で南里アスファル終えています。全日本です。南里の顔には今笑顔が浮かびました。この大きな拍手が彼への最大の勲章です。さあ得点です。ショートは11位でした。 61.86 にフリーの得点を加えて 125.79、 トータル 187.65 でトータル今トップに立ちました南里アスファルです。